こんにちは、タクボカリンです。今日はじゃーん、ザラの春服購入品を紹介していきたいと思います。本当は今月ザラの購入品を YouTube にアップする予定なかったんですけど、ザラのお洋服なんか見たいなと思って入ったら可愛いのがありすぎて、はい、動画撮っちゃおうということで撮ってみることにしました。今回は全部で6点購入してきたんですけど、本当にめちゃくちゃ可愛いので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速撮っていきたいと思います。そしたらまず1点目が、私が今着用しているこちらのフリルのブラウスです。これめっちゃ可愛くて、結構最初の方に目についたお洋服だったような気がするんですけど、私今こんな感じで、前回のザラの購入品紹介で紹介したカーゴパンツを合わせてみました。こんな感じでカジュアルな感じに合わせても可愛いし、デニムとかスカートとかキャミワンピとかと合わせても相性いいんじゃないかなと思います。この細かなフリルのデザインがめちゃくちゃドタイプで、この春めちゃくちゃ活躍してくれるんじゃないかなと思います。でこちらの詳細が、フリルトリムテクスチャー入りシャツ、サイズが XS を着用していて、お値段が5590円です。5000円台にしては結構高見えなんじゃないかなって思います。本当にめっちゃ可愛くないですか、ね、ちょっとポニーテールとかしても可愛さそうな感じがします。ただこのザラのお洋服を彼と彼の弟と3人で買いに行ったんですよ。そしたらその2人にはあんまり評判は良くなかったです。カレー受け系ではないのかな、女子受けのシャツなのかもしれないです。私的にはめちゃくちゃお気に入りで可愛いブラウスだなと思います。はい、そしたらお次2点目はじゃん、こちらのトップスです。これもめっちゃ可愛いので着替えます。じゃん、着替えました。こんな感じです。可愛くない？これはね、カレー受けもね、すごい良かったトップスです。ちょっとこんな感じでお腹が見えるかな見えないかなぐらいの丈感です。でこれが別売りなんですけど、セットアップで販売してて、でちょっとね、サイズが全部 M サイズしかなくて、このトップスも M サイズなんですけど、ちょっと下はさすがにM サイズだと大きいかなと思ってトップスだけにしました。でもセットアップで購入してもすごい可愛いかなと思います。でこちらの詳細が、ギャザーベストクロップドトップスのM サイズを着用していて、お値段が5590円です。さっきと同じだね。これすごい可愛いんじゃないかなって思います。カジュアルで、まあこんな感じのちょっとシャカシャカしたスポーティーな素材で、一番今っぽい感じのお洋服かなって思います。でここが結構空いてるので、トップスだけ気をつけてもらえれば、あ、インナーか、インナーだけ気をつけてもらえれば大丈夫かなと思います。なんかここを開けてベストとかそんな感じで着ても可愛さそうな気がします。なんか私はこういうカジュアルで決めすぎてないけど可愛いみたいなお洋服がすごい好きなので、これはすごいドタイプでした。こんな感じでさっきのカーゴパンツに合わせてるけど、これもデニムとかなんかちょっとゆるっとダボっとした感じのこういうパンツに合わせるのが私的には可愛いかなと思います。ちなみに前を開けるとこんな感じで、ちょっとインナーがあれなんですけど、こんな感じになります。秋口ぐらいまでね、使えるかなと思うので、1個持っててもいいと思うので、ぜひチェックしてみてください。はい、3点目はこちらの、じゃん、ボーダーのトップスです。着替えます。はい、着替えました。こんな感じです。もうドシンプルなボーダーのニットのトップスなんですけど、すごいね可愛いんですよ。シンプルだから可愛いって感じかな。ちょっとここにスリットとかも入ってて、着心地とかもすごいいいんだよね。なんかサラサラしてる感じの、もうチクチク感一切ないって感じです。まあもちろんこのね、今履いてるパンツ合わせとかでもいいし、ミニスカートとかショート丈のパンツとか合わせたりしても今っぽくなるんじゃないかなと思います。ただニット素材なので、まあ着れる時期が限られてくるかなって感じかな。まあそろそろちょっと際どいかなって感じですね。まあでも1枚持ってれば春、秋、冬のこの3つの季節は着回しできるんじゃないかなと思います。でこちらの詳細が、ベーシックニットセーターの S サイズを着用していて、お値段が4990円です。
4990円にしたら結構高見えだと思う。結構今回高見えなお洋服多いかなと思うんだけど、まあなんか私はこの手元が結構やっぱお気に入りですね。この明るめのネイルとかと合わせてもやっぱり可愛いし、あとね色がね、この色逆にしましたみたいな色もあったね。アイボリーとネイビーだったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、でも私はこっち派でした。なんかブラックのキャミワンピとか絶対相性良さそうだなって思うので、その組み合わせとかでコーデ組みたいなって思います。はい、そしたら次4点目はじゃん、こちらのニットトップスでーす。着替えます。じゃん、こんな感じでー。ちょっとこのコーデは夏すぎるんだけど、今だったらシャツワンピの上から着るとか、まあ、シャツの上から着るとかしたらいいかなと思うんだけど、この合わせめっちゃ可愛くないですか。ちょっと夏先取りすぎるんだけど、このパンツの合わせも含めてすごいドタイプなカジュアルコーデだなと思います。ここがちょっとさ、アシンメトリーになってるのも可愛い推しポイントです。で、こちらの詳細が、ケーブルニットクロップドトップスで、サイズが S サイズで、お値段が3590円です。まあ、これは着回し抜群アイテムと思うし、かつ、これは彼一押しアイテムというか、彼がこれいいんじゃないって持ってきたアイテムです。なので、彼受けもいいんじゃないかなと思います。女子受けも、どっち受けも良さそうだね。これは結構買って正解だなって思うな。可愛い後ろとかこんな感じです。ちょっとねここにタグがビローンってあったり、こんな感じで紐ついてたりするから、この辺は全部切った方が良さそう。多分こいつすぐ出てくる。しかも3590円で結構お手頃価格なので、これもぜひチェックしてみてください。はい、そしたら5点目はじゃん、こちらのワンピースなんですけど、これは結構挑戦で購入してみました。ちなみにこれ何が挑戦なのかというと、もうめっちゃくちゃタイトなんですよ。だからどうなるかなって感じです。じゃーん、こんな感じなんですけど、めっちゃタイトなの。すごくね、もう体のラインが出まくりって感じなんですけど、まあなんかさらっと着れるワンピ欲しいなと思って見つけたのがこれで、でうわちょっとこれさすがにタイトすぎるなって思ったんだけど、まあダイエットのお守りとして持っとくのもありかななんて思って買ってみました。でも意外と着れたかな。本当にラインは出ます。多分食べ終わったりしたらお腹とかポンって出るし、まあでも可愛いです。デザインはやっぱり丈感とかはこんな感じです。私157センチでくるぶしの5センチ上ぐらいかな。このサイドのデザインとかも可愛いし、なんかまあ私っぽくない、ちょっとなんか女性らしさ全開って感じのワンピースだけど、まあゴールドのアクセサリーと合わせたり、まあ、ちょっと大人っぽくしてみようかなって思います。まあ私が今着るんだったら、これにちょっとオーバーサイズのアウターとかジャケット系羽織っといて、でご飯食べる時とか、まあ、ちょっと暑くなった時とかにそれ脱いで、脱いだらこんなにタイトなデザインでしたみたいな着こなしをしたいなと思います。でこちらのワンピースの詳細がサイドギャザー入りデザインワンピースで、 S サイズを着用していて、お値段が3890円です。これさ思うんだけど、もっとゆるっとしたデザインだったらもっと売れたんじゃないって思っちゃいました。なんかちょっとおしゃれなダルビみたいな感じで、今日何服着ようかなって思った時にさっと着れる服になりそうなんだけど、まあでもこのタイトな感じも可愛いのか。このギャザーが一押しですね。可愛い。まあ気になった方はぜひチェックしてみてください。ダイエットのお守り代わりとして持つのもありかなと思います。はい、そしたらラストはじゃん、こちらのシャツワンピなんですけど、もうこれめっちゃ可愛いので着ます。はい、着替えました。じゃんじゃんじゃん、可愛くないですか。これデザインめっちゃ可愛くて結構一目惚れだったんだけど、若干丈が長いんですよ。こんな感じで、私157センチでもうくるぶしの下なんで、まあこれ別に私はギリスニーカー合わせとかで結構長めなワンピだなって感じで着れると思うんですけど、低身長さんは気をつけてください。これ確かね S サイズなんですよ。ストライプ柄ポプリンワンピースで XS でした。でお値段が7990円。
です。まあ、XS 一番小さいサイズでこの長さだから、まあ、低身長さんはちょっと気をつけた方がいいかなと思いますが、めっちゃ可愛いし、これ多分こんな感じでベルトとかしても絶対可愛いし、ここら辺のデザインがすごい可愛いんだよね。これなんかすごい売れそうだなって思います。さらっと着れるしね、なんか春っぽくて爽やかな印象持たれそうなワンピースです。ちなみにこれも結構彼一押しでした。私も一押しです。ボタンとかちょっと1個開けても可愛いかもしれないですね。なんかこんな感じでバレッタでヘアアレンジしたりとか、あの髪を後ろでまとめたりしても可愛いと思うし、カチューシャ合わせとかも可愛いし、靴もね、サンダルもちろん可愛いけど、スニーカーであえて抜け感出すみたいなコーデは私は結構好きです。脇の脇具合とかはこれくらいです。さっき着てたあのインナー着てるんですけど、まあインナーは結構見えやすいのでここは気をつけてください。はい、私のザラの購入品紹介いかがでしたでしょうか。もう今回結構、まあ、毎回可愛い可愛い言ってんだけど、本当に今回ときめくものが多すぎて、シンプルかつデザイン性のあるみたいなものが多かったかなと思います。まあ、このワンピとかもなんだけど、結構友達受けもカレー受けもどっちもいいですよみたいなお洋服多かったと思うので、ぜひ今後の春服の参考にしてみてください。ということで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。じゃあバイバーイ。